ルクから離れたエリア E にてライブメタルの反応を確認しました。ここにはセルパンカンパニーが所有する発電施設があるのですが、施設はかなり昔にイレギュラーの襲撃を受けたため、それ以来この国の人々は近づいていないようです。この施設を調査し、ライブメタルを回収してください。この施設、まだエネルギーを作り出しているみたい。記録によると、ここはイレギュラーの襲撃を受けて放置された。気をつけてエール。この施設、何か秘密があるはずよ。
シルレが消える瞬間にも似たようなのを見たけど、この反応はまさかサイバーエルフ。サイバーエルフ？なんなのそれ。プログラム生命体と呼ばれる電子でできた妖精よ。でもどうやってこんな大量に。もしかしてここの施設はこのサイバーエルフたちからエネルギーを作り出しているのかもしれない。それがこの施設の秘密ってわけね。ひどい。サイバーエルフだって命を持った生き物なのに。エール、お願い、この施設を止めて。小娘が侵入を許してしまうとはな。やはりイレギュラー殿とは役に立たん。あんたもセルバンの弟子だ。イレギュラーにしては結構おしゃべりなんだね。なるほど。そこまで知っているのなら話は早い。だが俺をイレギュラーのような操り人形とは一緒にしないでもらおう。俺はライブメタルの力を引き出すために作られた、いわば騎士ロック。モデル H のフォルスロイド、ハイボルト。怯えることはない。今からお前が感じるものは一瞬の閃光、永遠の死だけなのだからな。
エネルギーのほとんどはすでにセルパン様のもとへ送られた。あとはセルパン様がモデル V 本体を発掘するだけだ。哀れなロックマンよ、新たな世界で裁きの雷に打たれるがいい。俺の名は風のライブメタル、モデル1、英雄の力を受け継ぐ者よ、礼を言おう。モデル1、お願い、私に力を貸して。セルパンを倒してモデル V の復活を止めたいんだ。それで争いは終わるのか。え、全てはモデル V の力に見入られた一人の男が始めたこと。モデル V を破壊しセルパンを止められたとして、人々が再び過ちを繰り返さないと言い切れるのか。そんなの私には分からないよ。だけどセルパンは自分のためにこの国の人々みんなを騙してる。それを知ってるのは私だけなんだ。放っておけないよ。数百年前、俺たちが守ろうとした人間たちは偽りの平和に飼いならされた抜け殻のような存在だった。だがどうやら俺たちの戦いは無駄ではなかったらしい。勇気ある者よ、お前に力を貸そう。セルパンは俺のデータを二つに分けてもう一体のフォルスロイドを作り上げた。そいつを倒せば俺のパスコードをお前に託すことができるだろう。よっしゃ、